糸崎君雄です。ですね、他人の神様と和解せよというね、そういう話を、してるんですけども、まあ、大体そのこういうね、そのみんなには分かりにくい話をするからね、いけないんですけどね、和解ができないですね。皆さんと和解しなきゃいけないのに、こういう分かりづらい話っていうのは、本来は良くないんですけども、まあ、せざるを得ないわけですね、私自身の心情としては。それでね、やっぱりね、僕にとって何がね嫌かっていうとね、そのね、世俗なんです。世俗的なものってね、もうすごくね、もう嫌なんですよ私は。そのやっぱりね、本質的にね、その、まあ、芸術家ですからね、アーティストですからね、その、まあ、新しい表現をしなきゃいけないというふうにしてこう言われてるわけですよ。上からっていうのはもう天から言われてるみたいなね、まあ、そういうね、その使命を芸術家は追っているというふうにして私はまあ信じていてね、まあ、それは私の信仰でもあるんですけどね、そういう言い方をすると、そうするとね、この世俗的なものっていうのはもう本当にね、もう嫌なんですね。ですからその世俗と離れて、離れないと、新しい表現はできないし、その世俗からね、いかに離れるっていうかっていうのがね、その新しさのね、その、まあ、指標の、一つに なるわけなんですよね。ところがね、やっぱりその世の中、世俗的な表現で、溢れていると、やっぱりね、それはその、芸術と言われる分野の中にね、アーティストと言われる分野の中にも本当にね、世俗的な表現が、溢れている。でそれがまあその大衆の人気を得るわけですね。まあ、それはその文字通り世俗だからそうだっていうのもあるんですけども、しかしね、そのね、専門家の間でも、評論家の間でも、そして同じアーティスト同士、であっても、そのやっぱりね、世俗的な表現というのが、もてはやされると。世俗的表現というのは何かっていうと、まあ、分かりやすく言うと、そのいかにもこれは芸術だっていうね、そういう表現ですね。いかにもアートだっていうね、分かりやすい表現で、まあ、写真で言うとね、そのこれがね、芸術写真だっていうね、そういう こう見本のようなこう写真を撮ると、あ、これは芸術写真ですねというね、いい写真ですねっていうね、そういうことになるんですけども、それが私はもう本当にね、もう、僕としては嫌なんですね。だからそうじゃない表現をね、私は模索しようとしていたんですけども、それだとね、こう今の時代はね、誰も評価してくれないし、まあ、誰もってことはないですけどね、そういうその同じように世俗の外側に出てね、その芸術を追求しようとしている人は、私の表現に理解を示してくれるんですけども、そういう方はもう今現代の日本においてはそのごくわずかでありまして、基本的には私は孤独なんですね。でね、この YouTube もね、まあ、自分がやりたいことやるとね、やっぱり、ね、世俗の外へっつってね、もうすごいこう頑張りすぎてね、その、まあ、こんな歩きながらね、この住宅街をこんな歩きながら喋ってるなんてのはね、もう本当にね、世俗の外部ですよ。でだってこんなことやってる YouTuber は多分他にいないと思うんですよね。でこの喋る内容も含めてね。でっていうのはそのやっぱりね、その他のユーチューバーっていうのは何やってんだろうなってね、見てみるとね、やっぱりね、もうとにかくくだらないっていうのはやっぱね、世俗的なんですよ。で結局そのテレビで横流しっつってね、それは何だ、あ、プロおごられやという人がね、言ってましたけどね、プロおごられやさんはね、そのなんか小じきみたいで嫌だなっていうね、そういうイメージがありましたけどね、実際映像でね、彼のキャラ見るとね、すごくね、好青年でね、あ、この子だったら怒ってあげたくなっちゃうかもみたいなね、なかなかね、いいなとは思うんですけどね、しかしまあそう、まあそういう感じでね、まあ優秀な人もいますけどね、偉い店長さんとか、あと君明先生とかね、いますけども、もっとこうメジャーなね、その登録者数がその10万人20万人いるような人たちをね、まあ、見てみると、
あんまりだからね、僕のその YouTube の研究がはかどらないっていうのはやっぱりね、そう、大抵の YouTuber はもう、世俗的でくだらないので、もう見る気が、しないんですね。だからね、問題はまあそういうことではなくて、まあそれは分かってはいたんですけどね、やっぱりね、何時の神じゃなくて、あ、そうそうそう、その他人の神をね、他人の神様を、もっと理解して、和解しなければならないと、いうふうにして、改めてね思うんですね。でね、まあ奴隷のしつけ方という本を今読んでますけども、ね、それでいうと、そのローマ帝国っていうのは、古代ローマ帝国っていうのは、その戦争を、周りのね異民族に仕掛けて、そしてその、同じローマ市民にね、こう同化させようとするんですね。でその際に、その今まで自分たちが、信じていた神様を捨てさせるんですよ。その各民族は固有の宗教を持っていて、固有の神様を、信じているんですけども、そのような神様をその捨てさせて、ローマの神を拝むように、敬うように、同化させるんですね。で、まあ、それはその、キリスト教であってもイスラム教であっても、同じだと思うんですけどね。だからそうやってその、過去においてはその宗教的な同化っていうのがね、まあ、人類史的な、テーマになって、それによってその人間っていうのは、そのより大きな共同体を、作って、でより大きな共同体っていうのは、強力な共同体ですからね、で共同体が強力になれば、その国家が安定して、国民も平和に暮らせることができると、まあ、そういうことになって、そして今の、文明が出来上がっているんですけども、一旦その強固な文明のシステムが出来上がると、まあ、その中での自由というのはね、その中での信教の自由というのが、その言われるようになってきて、で、まあ、現在においては本当に価値観の多様化がね、言われる時代であって、その意味でね、そのね、たくさんのこう宗教が生まれている。で、その意味で、その場合の宗教っていうのは、その、まあ、例えば、創価学会とかね、幸福の科学とか、天理教とか、そういう新宗教、それは新宗教なんですよ。そうではなくて、そのね、やっぱりね、その人、特にその私は何教に入ってますとかね、そういう人じゃない人たちが、その私はこれを信じますとかね、私これ好きなんですよっていうね、その一つ一つがね、やっぱりね、宗教じゃないかというふうにして私は捉えるんですね。そういうふうにして広い意味で宗教を、捉える、その方が物事の本質がね見えてくるように、思うんですね。だからね、僕はその子供の頃ね、プラモデル大好きでしたけどね、今ねもうプラモデル全然作りたいと思わないですけども、だね、その意味で言うとね、そのかつての私はね、プラモデル教だったんですよ。プラモデルの宗教ね。でね、まあ、Facebook のお友達なんかはね、いまだにプラモデル、作ってる人がいて、まあ、他人がプラモデル作ってるのを見るのをね、Facebook で報告してもらうのを見るのは、好きなんですけども、まあ、その人自身は、プラモデルを崇拝しているプラモデル教なんですよ。なんでそういうプラモデル教の友達がいるのかっていうと、もともとは私そのカメラを崇拝するカメラ教でありましてね、でね、カメラ好きの友達ってね、結構いろんな他の趣味も重なってたりして、プラモデルが好きな人もいるし、車が好きな人もいるし、っていうね、まあ、そういう人たちなんですけど、やっぱりね、そのね、趣味っていうのもね、やっぱりこう宗教の世界として、捉えるのがね、まあいいんじゃないかなというふうにして思えるわけですね。だから僕はそのカメラ好きや、プラモ好きの人たちには、理解を示しますけども、逆にその私がこう全然理解が示せえないね、領域っていうのは、趣味領域っていうのはあるんですけども、ね、やっぱりね、そういう人たちともね、私はその和解をしなければ、
ならない。そうしないとね、そのね、まあメジャーにはなれないんですよね。だからそれがまあ、私のテーマでありまして、つまりはね、世俗ですね、世俗。本当にね、私は世俗からね、できるだけ逃げようとしていた。それがね、そのね、自分のクリエイティビティを成立させるというふうにして信じていたんですけども、まあ、それは私の宗教であってね、一方ではその世俗を信奉する人というのはもう圧倒的多数ですからね、ですから、それについてね、まあ、今どうしようっていうのはなかなか答えられないですけども、それについて考えていけなければならないなというふうにして改めて思った次第であります。